持ちのいい朝だな。綺麗な雲海だな。ここに島が浮いてるなんて、やっぱり別の世界なんだな。団長もおはよう。それで？ああ、雲海をさ、綺麗だなと思って。ポッと。うん、だから珍しくてさ。やるぞ！よし！潔い！やったぜ！おお、海だ。お、そんなことないよ。でも雲海だけじゃなくて、こういう普通の海もあるんだなと思ってさ。おお、すげえ綺麗な海。気持ちいいなあ。おい、団長たちも来いよ。はーい。やれやれ。本当に綺麗な海だな。みんなも連れてきてやりたいよ。元いた世界の仲間たちのことだよ。みんなも一緒に来れたら、きっともっと楽しいのにな。ルーティーは、お金にならないなら行かないとか言うかもな。リオンも、なんで僕がお前たちと一緒にとか言いそう。でもなんだかんだ言って、二人とも来てくれそうだけどな。すっごく楽しいです。そいつはよかった。オイゲンさんの？そうだったんだ。すごくいいところですね。だろ？うわ！よし、やるぞ。アウギュステの海の平和は俺たちが守る！
怪我人が出なくてよかったです。そうだね。俺は分かりますよ。俺も故郷のことは大好きですから。ほほいいところですよ。街並みも綺麗だし、みんな優しくて。ほう。ぜひ来てください。みんなに紹介しますから。リリスにも。ん？俺の妹なんです。とっても料理上手なんで。ごちそう作ってくれると思いますよ。すごい。おい、こら。ですね。もう食えないよ。すか。それじゃあ、スカえ？いいのよ。でもこちらの食材で料理をするのは初めてだから、口に合うといいけれど。
そう、よかった。本当？そういえばリンゴがあるけど、デザートに食べる？B はリンゴが好きなのね。はい、どうぞ。青空を仰ぎながらコーヒーをたしなむとしようか。あの二人も相棒ってことになるのかしら。どうした？
でもないわ。少しあちらのことを考えていたの。もしかして。ええ、そうよ。ルークはきっとまた勉強をサボってばかりでしょうね。それに消化現象のことも気になるわ。早く戻らないと。まあまあ。ありがとう。
る一番の友達なんだぞ。へへん。ピポは可愛いだけじゃなくて、すっごく強くて頼りになるんですよ。ふん。
くしょー、負けないぞー。テポ、頑張って。やれやれ。と団長も一緒だ。ね、今はメイクの研究してんの。へえ、そうなのか。白目とか、リーマルそれひどくない？わら、まあメイクしてるところは普通見られたくないやつだよね。でも船の中暗くてさげ、メイクとか無理なやつだし、クロエはお日様リスペクトだから。わら、はあ、そう。でももっと強めに見せたくて、新しいつけま5枚重ねてんだけど、なんか足んないんだよね。トリマもう1枚足すか。偽の毛、こうやってノリでくっつけんのね。まつげバッサバサになるっしょ。はわ、素直。わら、ウケる。てかルリニャナチカワ系だしね。メイクいらね的な。興味ある系。ルリには絶対メイク似合うからね。ちょっとやってあげるよ。わーい。わー、なんだ。ルリニャやば、レベチ可愛すぎかよ。てかてか、実はクロエの腕もパナイという。わら、すごいです。だしょ、ちょっと今日クロエやばた。なんか誰にでも勝てそうな気がしてきた。それな、だからクロエもいつも。うわ、はあ、つかここで現るとか軽敗なんですけど。秒で即去りさせるし、クロエ今日強めだから。わら、まあ当然の結果だ。
倒した。クロエ魔物倒せた。やばくない？ガチじゃん。はい、ガチのグロいやつだったのに、男女たちと一緒にだけど、ちゃんとクロエも戦って魔物倒せたよ。だってやばいって、クロエ強くなりたかったんだもん。ヒーローみたいに、男女たちみたいにちゃんと戦って、だから嬉しいよ。てかトリマ眉描いてつけまつければ OK だし、ちょ待ちー。はい、リボーン。おい、今日のクロエ、強めだったのを忘れてた。泣くとかダサすぎてないわ、わら。でもでも、さっきは鬼感動した、わら。早くもヒーローに近づけたんじゃね、的な。さりげ魔物倒したことをさっきのハップで忘れてたけど、わら。うわ、え、マジで言ってる？行くぞ。団長がいれば勝てる、わら。
やったな、勝利のアクロバットと行こうぜ。ルリニャにだけクロエの秘密を教えてあげんね。ん？そう、実はねクロエ、ヒーローになりたいの。弱いものを助ける強い味方ってやつ。あ、受ける？ダサいと思う？そんなことないです。そう？でもルリニャはそう言ってくれると思った。クロエのママはね、クロエを一人で育ててくれて超心配性なんだけど、心配かけないくらい強くなってヒーローになれればママも安心するかなって思って。それに可愛く変身して悪いやつを倒すとか剣上げしょ。だよねー。だから団長ってガチでヤバタン、クロエも早くあんな風になりたいなー。そのパティン来ると思う？はい。ねえルリニャ、見て、これいつもカバンにつけてるんだけど、ビーマルに似てるっしょ。これクロエが追っかけてる VK のマスコットなんだけど、ウサマルっていうの。もう一個あるからルリニャにあげる。いいんですか？うん、これはクロエとルリニャのずっともの証ってことで。ん？そう、ずーっと友達ってこと。わあ、ルリア。秘密です。なんでもないぷー。そうなのか？りょう。りょう？ん？それなー。そうですね、たまにはこういう無秩序な喧騒の中を歩くのも。なあ、すごい。どれどれ。
骨董品といってもこういうところにそれほど貴重なものがあるとは。あれ、これは。へえ、どれくらい古いものなんですか？ああ、それって白雨戦争より前ですか、後ですか？え？って話ですか？まあそうですね。おお。その特別なルートって盗掘団とのつながりのことですか？これ盗掘品なんじゃないですか？一体いくらで手に入れて、いくらで売り払うつもりだったんですかね。あ、ちなみにですが、この器本当は軽く1000年は前のものですよ。おいおい、おいおい、よく言いますね。こういう商売をするならせめてもう少し勉強しておいた方がいいと思いますよ。殿、それで結局暴力に訴えるんですか？団長さん、すみませんが少し付き合ってください。やれやれ。さすがでこうか。やれやれ。私の影は君のもとにある。それにしても、本来あんなところに並べられているような品ではないのは一目見ればわかりますよ。それに僕、あれにはもともと見覚えがあったので。え？少し前に僕が調査した遺跡からの出土品だと思います。ほうほう。国が専門の調査部隊を組織して発掘と研究を進めているはずです。
だから本来ならあそこの出土品がこんなところに流れてくるのはおかしいんですよ。そうですね。残念ながら貴重な遺跡の盗掘なんてのは昔からあることです。でも今回のように国が正式に調査している最中の遺跡からの流出となると普通じゃない。何か面倒なことが起こっているのかもしれませんね。なるほどな。はい、皆さんならそう言ってくれると思いました。あちゃここがいかに貴重な場所なのか理解もせずに。そうか。待ってください、足音が。でも遺跡調査隊の方ではなさそうですね。それじゃあ、おいおい、まったく勝手してるのはどっちですか。やりましたね。やれやれ、これまで得た知識のすべてが僕の。くそ。おい、そんなもの。今そんなものって言いましたか。え、あなたたちが無造作に扱っているそれらがどれほど貴重なものか少しもわからないのに手を出したんですか。偉大なる過去の遺物への敬意も持たず理解もできない、そんなんでよくここに手を出しましたね。ちょっと許せませんね。僕そういう人には容赦ないですよ。
そうでしたね。星は全ての罪を見逃さない。この石板に星の民の文字で記されている言葉です。この言葉通り彼らはその悪行の報いを受けることになるのでしょうね。あの遺跡での事件、いろいろと調べがついてきたみたいです。まあ一部の人だけですけどね。とにかく事態の収束後、遺跡の調査もちゃんと再開されるはずです。ですがすでに闇ルートに流れてしまった品も多く、全てを回収するのはとても大変でしょうね。聖鐘獣が封じられているような危険なものは別ですが、貴重な遺跡への盗掘は後を絶ちません。ですがだからこそです。うわっ、僕はそういう悪人たちよりも早く過去の神秘に触れなければならないんです。というわけで、団長さん、早く先に進みましょう。うわぁ、他の空域にもきっとたくさんの貴重な遺跡があります。そしてそれを狙う悪人も。急がないと僕が調べる前に荒らされてしまうかもしれません。さあ早く行きましょう。さんもルリアさんも何を話してるんですか。もたもたしている暇はありませんよ。次うちの舞踊らへん？赤の舞教えたるから。うん、ユエルちゃん。
見た。あれ、何やったんやろ。うちらと同じ継承者やったみたいやけど。わからん。せやけど、あの炎の、あれ、キュービ様。でも、信じられへん。あないな化け物が、あない恐ろしいのが、キュービ様やなんて。お父はんとお母はんから聞いとった話とちゃうよ。あないな。わからんな。さっきのが何やったのか。でも一歩前進したやん。え？なんとなくやけども、あれは夢やないし、幻覚でもない。勘やけどね。うん。うちも、そんな気する。せやろ？ちゅうことは、あの化け物が変わった石。あの石探せば何かわかるんやない？うん。せやね。不安なん？うちもや。でも大丈夫、一緒やから。うん、おおきに、ユエルちゃん。新しく再生せり。ほら、無駄ってやめろ。殺生石？なんでもこの近くの島に近づく生き物を全部殺しちまう恐ろしい石があるみてえだぜ。それで殺生石、そないなもんがキュービ様やなんて到底思えへん。せやな、ソシエが聞いてたキュービっちゅうのは。
国を、民を、みんなを守ってくれてた優しい方って、確かにイメージとちゃうな、殺生石っちゅうのと。けどうちらが見たあの化け物は殺生石とぴったしイメージが合うな。考えたってしょうがねえし、とりあえず殺生石を見に行くっつうのはどうだ。賛成賛成、うち考えるの嫌いやし、ちゃちゃっと調べに行こう。何者だ。いや、何者でも関係ない。ここから先は危険だ。近づく者を正気で殺す危険な意志がある。引き返せ。あのその石って殺生石ですか。詳しいな。ならなおのこと、さっさと引き返せ。死にたいのか。まあ待ってくれよ、オイラたちはその殺生石に用が。うわ、武力で排除させてもらう。話を聞く気ゼロかよ。今の音、その人が撃ってきた仲間か。何人で来ようと絶対に倒さん。襲ってくるぞ、構えろ。潔し、大事ないか、我が信徒よ。やめなさい、双方、手を止めなさい。村長、しかし、あの子は、こんなことを望んではいない。やめなさい。なんなん、あんたら。私は、近くの村で村長を務める者です。また、こちらの者も同じ村の住民。手荒な真似をしてしまい、申し訳ない。ただ、彼は約束を守ろうとしただけなんだ。約束？一度、訳を聞いてはくれませんか。あんまり見られると、うち。これは失礼しました。いや、見れば見るほど、あの子に似ていると思いまして。あの子、さっきも言ってた。その子とうちらを、殺生石のとこへ行くのん邪魔すんのと、なんか関係あるんか？おっしゃる通りです。あなたたちが向かおうとしていた殺生石があるあの場所。そこに
男の子が住んでいたんです。よく村に遊びに来ていました。不思議な少年でした。人を寄せつけない雰囲気をまといつつ、誰に対しても明るく礼儀正しく。ちょい待ち、殺生石って近づいたら生き物を殺すっちゅう話じゃ。ええ、そうです。そのためこの村の人間は誰も近づかなかった。しかしあの子だけは平然と行き来しておりました。本当に不思議な子だね、その子。決して悪い子ではなかったですよ。むしろ魔物を倒してくれたり、農作業を手伝ってくれたり、村の守り神のような存在でしたよ。本当にいい子でした。ほう、つかその言いぶりだと、もうそいつはいないのか。つい最近この島を出て行きました。その時に頼まれたのです。本当に殺生石は危険だから、誰一人近づけさせないでほしいと。そっか、それで殺生石に人を近づけさせないようにしてたんだ。なるほどな、事情はわかった。でもそれでもうちらはあの場所へ行かなあかんねん。お願い、確かめなあかんことがあるんよ。せやから。ただならぬ事情があるようですね。わかりました。ですが、一つ約束してください。命の危機を感じたら、すぐに引き返すように。わかった。おおきに。ないけど、私も、みんな無理は。命燃やす覚悟で参れ。ほら、はっ、決めろ。うちの前、どうやった？私だよ。気づけなくてごめんね。引き返そう。これ以上は危ないから。でもよ、この先にある殺生石見てんじゃねえのか。そんなん、あんたらの命の方が大事や。ソシエさんとユエルさんは
壁なんですよね。うん、ちょっと嫌な感じがするだけ。ならよ、お前らだけでも行けよ。オイラたちだけ引き返すぜ。でも大丈夫だって、行ってこいよ。ただ気をつけろよ。わかった。あんたらもお気ぃつけよ。この石、これが殺生石。でもこれなんか小さない？うん、それに、なんだか空っぽな気がする。何がどうなってるん？うち、もうわからへん。わからへんよ。今のがほんまのことやったら、キュービ様を石にして、それ砕いて、みんな、死んでもうたん？なら、あの正気はキュービ様の石で、みんなを殺してもうたん？なんで？うちも何が何だかさっぱりわからん。頭痛なってきた。キュービがええやつか悪いやつか、あの9人がなんで死んだんか、なんでキュービを医師にしたんか。うちめっちゃ頭ええこと思いついたかもしれへん。頭ええこと？全部新しい謎やん。せやけど全部新しい情報でもあるやん。それにここに住んどったっちゅう男の子、継承者かもしれへんで。探していろいろ話聞いてみようや。なんやこれ、めっちゃ咲いとるやん。もしかしてうち天才やったんか。うち、いつもユエルちゃんから元気もらってるな。おおきにな。ええねん。うちかてソシエにいろいろもらっとるんやから。ほんま、おおきに。